ショーン・エステスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、サンバーナーディの出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。1991年のドラフトで、シアトル・マリナーズから一巡目で指名され入団。その後、マリナーズ参加のマイナー球団でプレーし、1995年5月21日に、サンフランシスコ・ジャイアンツへ、サロモン・トーレスと共にトレード移籍し、 同年9月16日にメジャーデビューを果たした。1996年メジャー初先発となった7月13日のロサンゼルスドジャース戦で7回を無失点、11奪三振に抑え、メジャー初勝利を記録。1997年は自己最多の19勝を記録し、オールスターに初めて選出された。ジャイアンツでは2001年まで在籍し、 2001年12月16日に、新庄剛とデシーレラ・フォードとのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍。2002年、メッツでは8月15日に新シシナなきレッツへ、トレード移籍までに4勝9敗、防御率4.55を記録し、レッツでは1勝3敗、防御率7.71を記録。2003年は、シカゴ・カブス、2004年は、コロラド・ロッキーズ、2005年は、 アリゾナダイヤモンドバックスと3年間で3球団に在籍した。2006年1月10日にサンディエゴパドレスと1年契約に合意。2006年は4月5日のジャイアンツ戦に登板した翌日から左肘を痛め故障者リスト入り。6月7日にトミー・ジョン手術を受けシーズンを終えた。2007年はメジャーに昇格することなく、 パドレス参加のマイナー球団で過ごし、2008年5月8日に故障者リスト入りしたケビン・キャメロンに代わりメジャー昇格を果たし、同日2年ぶりにメジャーで登板した。同年、2勝3敗、防御率4.74の成績を記録した。2009年1月9日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約に合意。トリプル A 級のアルバカーキ・アイソトープスで13試合の登板し、 3勝4敗、防御率3.04を記録。2010年はワシントンナショナルズとマイナー契約したが、スプリングトレーニング中の3月に引退を表明した。ありがとうございます。